タンメンさんギフトありがとうございます。そうもうすぐ公演ね、あれだったんですよ、教育相談だったんですよ。しかも私めっちゃ長くて、もう前髪邪魔やから分けとこう。あ、すごいダサい、ものすごいダサい、ものすごいダサい。相談しまくった。いや別にそんなにですね、相談しまくったわけではない。なんかね、ダッサいな。オールバックにしようかな。まだこっちの方がマシかもしれない。あ、顔明るく見える。よし、こうしよう。ダサいけどバレエやってる子みたい。髪型かわいいな。これで嘘やろ。朝はかわいかったんすよ。あ、ダサい、ダサいって聞こえた。こんばんは、リーゼントや。わざわざや。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。こっちの方が顔明るく見えへん。ボッサボサやけど、もう逆にこっちの方が変にあるより。どうも、学校ではどんな感じ。こんなん、いやそんなことない。お風呂上がり、確かに。ポンギーさんギフトありがとうございます。なんかね、学校ではね、最近どうやろう、なんか疲れてるかも。何してるのな。お団子が好きです。ででーん、なんかめっちゃ大阪の姉子って感じになる。のんたんさんギフトありがとうございます。ちょっとかぶるな、こう。知らない、何分に始めたっけ。15分ぴったりに終わるようにしよう。22分15分37分37分に終わるとして10分くらい。今日も学校お疲れ様でした。いえいえいえ、ハリボ、ハリボちゃうわ、ハリちゃん。熊田さん、熊田さん、こんばんは、お疲れ様です。どうも。今日は久しぶりにくまさん、くまさんが発動しました。生誕祭の順番が前後するの、多分数年ぶり。生誕祭の順番が前後するの、へえ、前後するんかな。お、あ、そういうこと、なるほどね。あ、みひなちゃんが後になるってこと。ああ、なるほど、そうやな、確かに。修学旅行かなんかかな、あんまり聞いてないけど。確かにね、そういうことか。ありがとう、思った。生誕祭がオープニングとかに来るってことかと思った。じゃあよかった、なるほどね、そっちか。今日はめっちゃ久しぶりにくまさん、くまさん言えてたんですよ。こんばんは。いきなり生誕祭オープニング、ハッピーバースデートゥーユーって始まるのかと思った。なるほどね、最後は最後のおばか、びっくりした。の生誕祭から始まる、あのスピーチから始まるあれなんかあんのかと思った。そんな過去にあったんやと思ったら、めっちゃよかった。そういうことね。すげえかわいい、アバタークマさんやん、めっちゃかわいい。ちょっと待って、
開幕生誕祭もあれだね。おもろそうじゃない、スピーチやってみんなうるんってしてるとこからってやってなかなかおもろいけどな。どうしたどうしたってなる、テンションが。開いたらいきなりショールームやってんけど、でもこんな時間にショールーム、あーしてる人おらんと思ったらあやみちゃんやってなかった。昨日のやつか。あれなんでや、さすがにもう誰も配信してないやろ。まあそうでしょうね。クマさんやって、クマさんアバター何人もいてるから、あああれです、あなたです、野原しのすけのすけさんのクマさんが可愛い、サンタさんのさ袋と帽子と持ってるやつめっちゃ可愛い、ピンクの超可愛い、可愛い、ピンクのクマさんって可愛いよな。あごめんよ茶色茶色も可愛いよ、可愛い。ロボット作りたいね、私今作りたいんだよ、作りたいんだよ。何しよっかな、もう学校帰ってきたとこだからな、どうしようかな。よし手紙の整理でもしよう。なる兄さんギフトありがとうございます。何のロボット、クマさんのロボット、クマさんの喋るやつ、喋るやつ作っていずれは人間のロボット作りたいあのさドラえもんのさピーってしてコピーするやつ、あのピーってせんでいいけど、ロボットが作りたい。人間の皮膚と全く同じ成分が作りたくて、人間の皮膚を作るあれを調べたんですよ。でも理科の先生にちょっと聞こうかと思い、でも今日は聞く時間がなくて明日聞こうかなとか思ってる今日この頃です。佐藤くんさんギフトありがとうございます。まあでもいきなり人間の皮膚作って人間っぽいものを作ったとしてもね、あれですよ、絶対に完成しないので、そう、そうだからとりあえずクマさん作る。あ32分、あと5分、あと5分、あと5分したら終わる。ああ今日はなかなかね長引いたんですよ、あのあれが、教育相談が。とはいえ何も解決しないまま終わったんですけどね。まあこんなもんでしょう、壮大な夢はね。そういやでも理科全然できひんからできるとは思わないけど、とりあえず言うだけ言うとく。あーどうしようかな、あそうファイル用のやつになると思ったんや。よいしょ、よいねシリコンか、いやあのねそうどうしようかなって思ってる。でもシリコンってちょっと悲しいやん、なんか人間じゃないってなるやん、悲しいじゃないですか。だからちょっとね悲しくないように、黒島ちゃんはぼっちが寂しいんですよ。だから一人でいても寂しくないように人間のロボットを作るんです。悲しいですね。いらん紙やな、ここ全部いらん紙や、これもいらん、これもいらん、これは置いとこ、これも置いとこ、よし、これが全部いらん、いいね、一気にいくね。いや落ちる、あ落ちた、あ全部いらない、これは何いらない。なる兄さんギフトありがとうございます。
よし、みんなまた30、3分かかるかな。ランキングを読むのに3分かかるかかからないか問題。だってかからんということにしよう。これはいる、これはいらない、これもいらんか、いらんな。よし、 OK。 やん008さんギフトありがとうございます。ランキングを読もうではないか。待ってね、ちょっと待ってね。これが一応お母さんに渡すやつで、これが渡すやつもないやつ。ここに置いとこう。よし、ランキングを読みます。15分ぴったりに終わるので、それまでにピアノを弾いとこうと。ランキング見ます。13位がオーツーさん、オーツーさんありがとうございます。12位がヤッシーさん、ありがとうございます。11位がキャノンブルマルさん、ありがとうございます。10位がダテちゃんさん、ありがとうございます。9位がゆめゆめさん、ありがとうございます。8位がさとくんさん、ありがとうございます。7位が脱力系デイジーさん、ありがとうございます。6位がヨーシーさん、ありがとうございます。5位がなる兄さん、ありがとうございます。4位がワンタンメンさん、ありがとうございます。3位がなわてさん、ありがとうございます。2位が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。1位がやん008さん、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、よし、一瞬で引く。よいしょ、引く、両手で引こう。よいしょ。今日は初めての試みで両手で弾いてまいりました。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。今日は、教育相談でみんな急いでやったんですが、とりあえずできたということで、あれまだ、ありがとうございました。まだかな、合ってるはず。22分からやし、うん、もうあと何十秒かってことですよね。さらばだ。で、髪の毛ないみたい。アンジュさんも配信やな。むきたてゆで卵のようだ、おもろ。確かに。あみちゃん生誕祭見てきます。いっぱい見ててください。私も見とくわ。あれスピーチあるし。あれまだですかね、まだなんですかね。15分、あ、へへへが始まりそうな感じやからやめとこう。あ、よし、立ちました。バイバーイ、また明日ね。